おはようございます。ももこさん、ガテムさん、まえちゃん、あやこさん、おはようございます。ハレニア、ハレニア、おはようございます。今日も涼しいです。ケンタッキーさん、今日もいい天気です。いい天気で涼しくて、青空が見えてます。青空が見えてます。綺麗ですね。いい季節です。元カレさん、おはようございます。1年で一番いい時かもしれません。近所さん、おはようございます。太陽さん、リボンさん、アンディビさん、おはようございます。寒くもなく暑くもなく、天国はこういう感じかもしれません。天国はとても居心地が良くて、もうそこに、天国にいるだけで癒され、天国にいるだけでこの何でしょうかね、快適な、至福と言ったらいいでしょうか、至福の気持ちになるとこだと思います。今、ね、本当に、天国のような、天国のようなすがすがしさ、寒くもない暑くもない、非常に心地よい、心地よい季節だと思います。近所さん、ルポスさん、カズさん、メロディーさん、ライオンさん、おはようございます。チャイさん、おはようございます。運動会の季節そうですね、まあスポーツの季節、スポーツの季節、食欲の季節、あと何が、読書の季節、それから外配信の季節、外配信の季節、それからそうですね、まあ非常にこう快適な、快適な季節、行楽の季節、私もちょっとブランコというスポーツをしますが、私のスポーツはブランコぐらいしかないですが、足立さん、おはようございます。私はイエス様への信仰の秋、あ、いいですね、信仰の秋、まあ信仰は一年中必要ですが、秋はですね、秋の信仰があると思います。星さん、おはようございます。メロディーさん、大切な子たちが元気でありますように、アメン。やはりちょっとこう不安定ですね、ちょっと危ないかな。みかんさん、おはようございます。みかんさん、おはようございます。昨日ですね、チャースクールで、あの、映画を見ましたね。サクソリッジという、あの沖縄戦の映画なんですけど、クリスチャン映画ですね、クリスチャン映画。あるクリスチャンがですね、まあ良心的兵役拒否っていうのがありまして、クリスチャンなので銃を持ちたくないということで、銃を持たない志願兵になりました。その人は、銃を持たないという誓いをしたそうですね。納豆さん、おはようございます。そしていろいろいじめに遭うんですが、沖縄戦でですね、沖縄戦で、あの、前田高地という場所があって、はい、リノさん、おはようございます。その前田コーチというところで、そのアメリカ最大の激戦地、アメリカ最大の激戦地だったそうです。そしてたくさんの人が死んだんですが、彼はですね、あの、何でしょうか、こう助けるね、この救助する兵隊として
たくさんの人を救ったんですが、なんと日本兵も助けたんですね。日本兵も負傷している日本兵を助けたんです。ナイチンゲールもそうですよね。ナイチンゲールも看護婦として自分の味方の兵士だけじゃなくて敵の兵士も手当てをしました。その敵の兵士を、ね、手当てする、まさにこれはイエス様の愛、イエス様の愛じゃないかなと私は感じました。錯綜理事だったかな、錯綜理事、あ、ちょっとごめんなさい、正確な名前忘れましたけど、ぜひ皆さん見てください。ちょっとリアルでちょっと残酷なシーンがたくさんあるんですけど、まあ私は本当に戦争は良くないっていうことは、こういう戦争映画を見ると戦争は良くないと思います。ですからこの人はですね、銃を持たないという信念があったんです。憲法9条もまさにそうじゃないでしょうか。憲法9条も戦争しない、軍隊を持たないという信念、これはこの錯綜理事の主人公に共通すると思います。軍隊を持たないということは人を殺さない、武器を持たないということは人を殺さない、モーセの10戒に人を殺してはいけない、殺しては殺すなかれという命令があります。この主人公はその命令に従ったわけですね。私は戦争であっても人を殺さない、戦争であっても人を殺さない、クリスチャンの生き方、考え方はそうではないでしょうか。右を撃たれたら左方を向ける、悪いものに手向かってはいけない、私たちは敵を愛する生き方、ね、敵を愛する生き方、戦争というのは敵を、殺すことですね。戦争というのは敵を殺すことですけど、私たちは敵を愛しなさいと、敵を愛しなさいとイエス様に、言われているわけです。そういうわけで私たちは、敵を愛する生き方、そういう生き方をするべきではないでしょうか。国を守ることは悪ですか。そのですね、本当の敵を知らなければいけません。本当の敵ですね、本当の敵は悪魔だということですね。ロシア社はどうやってお祝いするんですか。この放送を見てお祝いしてくださいね。かっちゃんおはようございます。この放送見て、勉強してください。きゅうちゃん今日具合悪くない。いや特別具合悪くないですよ、元気ですよ。戦争をものすごく縮小すると死刑と同じだというものがいますが、どう思いますか。戦争映画を見るとですね、もう本当に相手を殺し自分が殺される、相手を殺し自分を殺される、お互いにですね、お互いに死刑だと思いますね。夜の放送の時は終わってるんでしょう。どういうことでしょうかね。夜の放送してますよ。リノさん、イエス様を信じます、イエス様を信じます、素晴らしい。金樹さん、キュウちゃん昨日夢でイエス様にお会いしました、世にアポカリティックサウンドが近づいているとおっしゃいました。アポカリティックサウンドね、アポカリティックっていうのは目視的なことをアポカリティックと言います。目視的っていうのは終わりの時ですね。アポカリティックサウンド、つまりあれですかね、終わりの時が来てるということでしょうかね。近所さん、もしよければですね、そのイエス様が夢に出た詳しいですね、表現っていうかな、詳しいことをですね書いて送ってください。 LINE でもスカイプでもいいです。そしてそれをね、
もしよければ読みたいと思いますので、もし喜寿さん夢の話を送ってください。ジャックさん、今日も朝を迎えられました。アメン。あ、そう、ロシア社なっていうことですか。そうですね、ロシア社なはですね、昨日今日なんですが、今日の6時までがロシア社なです。つまり夜の放送の時はもうお正月ではなくなるということですね。ぼちさん、その通りです、その通りですね。今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルは、この天地は滅ぶ、この天地は滅ぶ。イエス様がこうおっしゃいました。この天地は滅ぶ、しかし私の言葉は、永遠に滅びない。天地は滅ぶ、しかし私の言葉は永遠に滅びない。どういう意味でしょうか、どういう意味でしょうか。多くの人はこの天地に関心があります。この世に期待します。この世のものを尊びます。地上に宝を蓄えます。でもイエス様はおっしゃいました。この天地は滅ぶ、この天地は滅ぶ。皆さん、滅ぶものに期待したら失望すると思いませんか。財産に期待して財産が破産する、健康に期待して病気になって失望する、人間に期待して人間が死んだりいなくなったりして裏切られたりして失望する、この世のものは必ず滅びる、この世のものは必ず滅びる。私たちの肉体も滅びます。私たちの肉体も永遠ではありません。今秋が来てね、この葉っぱが落ちてきてます。夏は、緑でその太陽の光からエネルギーをもらってた葉っぱが秋になると、こう紅葉して落ちます。イエス様は天地が滅ぶ、この世は滅ぶ、だから永遠のものを求めなさいと言われています。ロシアハシャナは新年ですが、古い年は過ぎ去って、古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなる、見よ、すべては新しくなる。もうお正月は毎年毎年あるわけですが、本当のお正月、本当のお正月は再臨です。イエス様が来られるともうですね、永遠の時代に入ります。永遠の世界に入ります。それが本当のお正月ですが、それが近いのです、それが近いのです。毎年のお正月はこの本当のお正月の予告なんです。毎年のお正月、毎年の新年は本当の新年の予告編なんです。本当のお正月、本当の新年はイエス様の再臨です。イエス様の再臨の時に全てのものは滅び去って、この天地が滅んで、この天地が滅んで、神の国が来るのです。永遠の神の国、永遠の神の国が来ます。ですから皆さんはこの天地に期待しています。この天地の中で滅ぶことを知りません。ダラクさん、ドロンク遊びでイエス様を感じました。そうですか。ミサトさん、永遠に行きたくないもん。ミサトさん、罪を持ったまま永遠に行きたくないですね。苦しいまま永遠に行きたくありません。でも天国の永遠というのは違うんです。天国の永遠というのは罪がない、病気がない、苦しみがない、悲しみがない、飽きることがない、虚しいことがない永遠なんです。ですから多くの人が永遠に行きたくないというのは、その罪のある永遠、
それはむしろ地獄と言ってもいいでしょう。地獄というのは、苦しみの永遠です。だから永遠に行きたくないというのは地獄で永遠に行きたくないと思ってください。しかし多くの人は罪のゆえに、永遠に苦しむ、永遠に生きなければならなくなるんです。むしろ無になった方が楽でしょう。死んで 無になった方が楽ですが、ジゼルさん、罪があると永遠に苦しんで生きなければならないという、そういう運命なんです。ですから、地獄に行くということを何が何でも避けなければなりません。多くの人は地獄に行くことさえも知らないし信じていません。そこに悲劇があるのです。マリちゃん、そうです、今日から10月1日です。今日から10月ですが、消費税も今日からですよね。消費税今日から、まあ私消費税反対ですけどね、消費税反対です。今までね、消費税が 3% の時、 5% の時、 8% の時、経済悪くなったんですね。日本の経済が悪くなりました。もう3回も体験したのにまた経済を悪くする、消費税は、ね、日本の経済が悪くなると思います。それはどうして分かってるのにするのか、その理由は分かりませんが、消費税が上がれば良くなるというふうに、どうして考えるか分かりません。美里さん、難病のまま永遠と言われても、美里さん、天国に行けば難病はもちろんないのです。難病が癒されて天国に行きます。しかし地獄に行けば難病のまま地獄に永遠に行きます。だから美里さん、この地上だけでも難病は苦しいと思います。本当に生きるのが辛いと思いますが、地獄に行ったらもっとひどい苦しみの中に永遠に生きなければなりません。多くの人はそれを知りません。マロンさん、永遠の苦しみを与える意味教えてください。そうですね、永遠に苦しむ意味、難しいですね。永遠に苦しむ意味、天国は永遠の喜びです。天国は永遠の喜びです。まあそのちょうど反対と言ったらいいでしょうか。神様がいるから悪魔がいるという感じ、天国があるから地獄があるという、ちょうど反対のものがある。まあ物質があったら反物質があるみたいな、ちょっとそれはちょっと違うかな。まあ、本当の理由は分かりません。本当の理由は分かりませんが、天国があるということは地獄もあるということですね。永遠の喜びがあれば永遠の苦しみがある。それは、何かこう物理の法則とか数学の法則にちょっと似てる感じがしますね。プラスがあればマイナスがある、プラスがあればマイナスがあるという感じでしょうか。ですから命があれば死もある、光があれば闇がある、善があれば悪がある、まあそういう感じでしょうか。天国があれば地獄があるということですよね。みかんさん、地獄に行きたくないです。どうしたら地獄に行かなくて済みますか。自分の中にある罪を認めて、悔い改めて、神様に対して、反抗するような言い方、敵対するような言い方ではなく、悔い改めて神に立ち返り、イエス様の十字架の救いに預かることです。イエス様によって罪が許されます。罪に許されてこそ、天国に行かなくて済みます。もし罪を持ったままでは
罪の持ったままでは天国に行くことはできないのです。ですからぜひ皆さん、地獄に行く理由は自分の中にある罪が理由なんだよ。罪があるから地獄に行くんだよ。例えばですね、法律に違反したら刑務所に行きますよね。犯罪を犯したら刑務所に行きます。それと同じです。犯罪を犯した人が、その放置されることはないのです。私たちは自分の中に罪があることをまず理解する必要があります。いや、私は犯罪を犯したことがありませんというかもしれません。しかし心の中で悪いことを考えたら、もうそれは神の目から見たら罪なんですね。法律では実際に行動しなければ罪じゃないかもしれません。しかし神の前では、心の中でも罪を犯すということですね。心の中の罪が行動に出るんだよということですね。ジャックさん、小学校の頃に洗礼を受けました。私は天国確定でしょうか。ジャックさん、今はどうかですね。今本当にイエス様の教えに従って歩んでるか、聖霊を持ってるかどうか、それが大事なんですね。小学校の時に洗礼を受けたから天国確定ではないのです。カズさん、仕事中。みかんさん、悔い改めます。自分の中の罪をなくします。アメンアメン。悪いものを一切捨てて、悪いことを一切やめて、イエス様に従いましょう。イエス様に従って、イエス様の教えで歩みましょう。肉を求めてはいけません。この世的な生き方をしてはいけません。クリスチャンの弟子として、イエス様の弟子として歩みましょう。ボールさん、おはようございます。クロモさん、おはようございます。それで話を続けますが、イエス様おっしゃいました。天地は滅びます。しかし私の言葉は永遠に滅びません。私の言葉は永遠に滅びません。多くの人はこの天地に、この世に期待します。しかし私たちはイエス様の言葉に期待しましょう。イエス様の言葉を信じることです。イエス様の言葉は真理です。ですから私たちはこの世の考え、この世の欲は滅びる。この世とこの世の欲は滅びる。多くの人は滅びるものを求めています。欲で生きるというのはもうそれは滅びるということです。しかしイエス様の教えを求めるもの、イエス様の教えを守るものは永遠に長らえます。イエス様の教えは滅びません。イエス様の教えは永遠に滅びません。ですからイエス様の教えを守るということは、その御言葉によって、イエス様の御言葉によって私たちも永遠に生きるということですね。永遠に生きるということです。滅びるとか言わないでください。私が言ってるのではありません。私が言ってるのではありません。イエス様が言ってるんです。MJ さん、その通りです。自我という自己中と言ったらいいのかな、自我が問題なんですね。その自我のゆえに人間は神から遠く離れ、正しいことができません。自我があるために自己中になってしまいます。自我があるために神に敵対してしまいます。美里さん、学ぶんですか。そうですね、聖書を読んでください。聖書を読んでください。そしてこの放送を見てください、ね、それでは証タイム。イエス様を信じて、イエス様を信じて。笹さん、おはようございます。イエス様を信じてこの世は滅びるということが分かった証。イエス様を信じてこの世とこの世の欲が滅び、イエス様の御言葉は決して滅びないということが分かった証。イエス様の、イエス様の教え、イエス様の真理は決して滅びないということが分かった証。スタート、スタート。
スタート。台風って、台風はですね、やはり日本の霊的な状況を変えようとしているのではないかと思います。空気を拡散します、拡乱します。日本の罪を洗い流したいのではないでしょうか。ホフテさん、今朝は神のおかげで朝食はパンと水でした。池本さん、おはようございます。無職は恥ずかしくないんだと分かりました。そうですよ、無職は全然恥ずかしくありません。むしろニート万歳ですね。ニート万歳です。神にはどうすれば会えますか。信仰でまず会うのですね。イエス様を心の中に歓迎してください。笹生さん、自分の中にイエス様来てください。聖霊様が与えられます。聖霊様が与えられたら神様と会えるのです。神様を会える、イエスキリストを信じるというのは、イエスキリストを信じるというのはイエス様が来てくれるということです。心の中に来てくれるということです。そして、敬虚の時ね、再臨があって、敬虚があって、イエス様とお会いします、ね、イエス様とお会いします。イエス様のご加護はどうしたら受けれますか。イエス様を信じて油注ぎを受けてください。イエス様を信じて油注ぎを受ければ神の祝福を受けます。神の祝福を受けます。池本さん、私は無職ですが労働していないのはちょっと恥ずかしいですが、給与の多い少ないの問題ではなく生産性がないことが恥ずかしい。この放送に来ていることは素晴らしい生産性ですね。この放送を来て御言葉を学ぶことが最高の生産性です。お金の生産性よりも霊的な生産性、霊的な生産性が本当の生産性です。天に宝を蓄えること、天に宝を蓄えることが本当の生産性です。やはり日本は神によって滅びるんでしょうか。世界は滅びます。世界は、滅びます。黒桃さん、イエス様を知り信じ永遠があることを確信できました。永遠があることを確信できました。アメン。ホッテさん、神を信じたら精神が穏やかになった。精神が穏やかになった。イエス様を信じたら韓国が好きになってきた。イエス様を信じたら韓国が好きになってきた。アメン。文句さん、この世は滅び、イエス様の真理は滅びないと分かり、イエス様ほど尊いものはないと思いました。この放送で天国ポイントを貯めます。アメン。文句さんの信仰コメントは、天国ポイントを貯めています。信仰コメは天国ポイントを貯めてます。悪コメは地獄ポイントを貯めます。悪コメは地獄ポイントを貯めます。地獄ポイントは貯めてはいけません。地獄の苦しみが増し加わるだけです。皆さん、罪を悔い改めて、永遠の苦しみを減らしましょう、ね、永遠の苦しみを増やしてはいけません。罪を悔い改めて、ね、
永遠の苦しみを増やしてはいけません。むしろ永遠の喜び、信仰米を打って永遠の喜びを増やしましょう。永遠の喜びを増やすのです。苦しみを増やしてはいけません。苦しみを増やしてはいけません。そうです、小力さん、永遠の苦しみを増やしてはいけません。多くの人は知らず知らず永遠の苦しみを増やしています。聖書から言うとヨハネにですね、神の怒りがとどまるとありますね。神の怒りが増し加わるということです。罪を犯すということは当然です。神の怒りが増し加わること、神の怒りが増し加わること、それが罪ですよね。ホーチさん、天国に行ったらキュウちゃんとどっかのアパートで暮らしたい。天国ではですね、ホーチさんの家があります。私の家もあります。皆さんそれぞれ天国には皆さんの家がありますよ。池本さん、彼らは質素派だったんだと思います。ゆうちゃん、お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ごまちゃん、おはようございます。じんさん、牧師さん、今の人類をどう思いますか？そうですね。救われてほしいと思います。救われてほしいと思います。りんりんさん、はじめまして。救われてほしいと思います。私の天国ポイントはいくつですか？いくつでしょうか？天国ポイントは楽しみです。黒桃さん、私のお母さんもすでに天国に家が用意してあると言っていました。楽しみです。アメン、アメン。リニーさん、6月に友達が亡くなったんですけど天国に行けたでしょうか？その方はイエス様を知っていたでしょうか？かっちゃん、右足のスマホが丸こめだらけなんですか？そうです。右足のスマホが丸こめだらけです。皆さん、天地は滅びます。この世とこの世の欲は滅びます。しかしイエス様の言葉は滅びません。イエス様の言葉は滅びない。それはどういうことですか？私たちはこの世に期待するのではなく、イエス様の言葉を信じ、イエス様の言葉に従う、イエス様の言葉を守る、それが永遠の命だよっていうことですね。皆さん、永遠の命欲しいですか？永遠の命を得るには永遠の真理をに従うことです。罪を犯して肉で生きるならば永遠の命はありません。永遠の命はありません。この世の生き方には永遠の命がないのです。この世の生き方、この世の価値観に永遠の命はありません。ですから永遠の滅びに向かってはいけません。広い道を歩むならば滅びに向かうとあります。狭い道を歩むならば命に至るとあります。イエス様の教えは狭い道です。狭い道です。しかし、命に至ります。命に至ります。皆さん、この世は滅びます。命の道を歩みましょう。今からでも遅くありません。今からでも遅くありません。悔い改めてイエス様を信じ、命の道を歩み始めませんか？今日は10月1日です。そしてロシュハシャナです。
新しい年、新しい月、新しい人生を始めましょう。新しい人生、命に至る道、天国に向かう生き方を始めましょう。招きをします。今日の放送を聞いて、ああそうか、この世は滅ぶんだ、この天地は滅ぶんだ、しかし地獄に行きたくない、この世と共に地獄に行きたくない、永遠の命をもらえるならば悔い改めて、悪いことをやめて、悪いことを一切やめて、イエス様の弟子になって天国に行きたい、天国に行きたい、永遠の命が欲しい、永遠の命が欲しい、永遠の喜びの世界、光の世界に入りたいという方、アーメンと言ってください。アーメン、アーメン。もう地獄行きたくない、もう永遠の苦しみなんて嫌だ、もう永遠の苦しみは嫌だ、永遠の喜び、永遠の平安、永遠の安息の世界に行きたい人、アメン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 。皆さんのそのアメンはある意味で横予約みたいなものですね。天国、天国に行く予約です。でも予約ですから、予約ということはね、最後の最後まで信仰がなければいけません。イエス様の再臨の時に、イエス様の再臨の時に、信仰がなければ、敬虚されませんから、ね、せっかく予約したならば、その予約権をしっかり握って、イエス様のが再臨した時に本当に天国に行きましょう、ね、一緒に天国に行きましょう。天のお父様、どうぞ今アーメンと言った人たちが、イエス様のことを聞いて、イエス様のことを信じました。天地は滅びます、天地は滅びますが、あなたの約束は滅びません、あなたの言葉は滅びません。どうぞ、アーメンと言った方々が天国に行くことができますように、天地と共に、この世と共に滅びないで、この世と共に滅びない天国に行くことができますように、導いてください、助けてください。これから終わりの時代で苦難が増し加わるかもしれません。その苦難に、耐えて、苦難に耐えて、困難に耐えて、信仰を全うすることができますように、一人一人の信仰を強めてください、励ましてください。どうぞ罪の中を生きるのではなく、義人は信仰によって生きるとあるように、義人として、義人として、神の子として、信仰で歩むことができますように、励ましてください。イエス様、励ましてください。兄弟姉妹を励ましてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、私たちは真理を知ったのです、真理を知ったのです。この信仰の道を歩みましょう、真理の道を歩みましょう。サタンに気をつけてください。この世の欲に気をつけてください、誘惑に気をつけてください。この世的な考え方に気をつけてください。清く正しく、清く正しく歩みましょう。そしてイエス様の教えを守りましょう。イエス様の教えを喜び守りましょう。神の愛で生きてください。神の栄光を見るでしょう、神の愛を感じるでしょう。一緒に神の国を作りましょう、神の国を求めましょう。それでは皆さん、夜7時にお会いしましょう。シャローム、良い一日を。ありがとうございました。良い一日を。シャローム、シャローム、シャローム。